大宝六角レン画像は、愛知県天郡飛島村大宝二丁目にある蔵。地元の大地主で、貴族院議員でもあった、大宝家の十代当主、大宝人が、1908年頃に自身が経営する、合資会社、大宝農林部の書類倉庫として建てた、レンガ作り川ラブキ屋根の二階建ての蔵である。1994年に、飛島村の有形文化財に指定された。 内外のいずれからも建屋の角が見える六角各中形状でイギリス積みで組み上げられたレンガ壁の上にレンガ作りのドームを乗せ、その上に日本式の瓦吹き屋根を施工している。各辺から大辺に向かって直径40ミリの工房が2本ずつ渡され、ドームが自重で外側に開かない工夫が施されている。一方で電磁波レーダー探査によれば壁の内部には 補強鋼材などはなく、レンガのみで組み上げられている稽古な例であるという。また、屋根瓦は残されていた刻印から、現在の壁南市付近で製造されたものと判明し、工述する修復工事に際しても、同所へ材料が発注された。1階で入り口の鉄皮は板厚12から13ミリで、推定重量は250キログラム。細部にわたって衣装が施されていた。また2階にも、 同じデザインの扉が設けられている。1994年の村文化財指定の後、1996年から参加年計画で屋根瓦の吹き替えやレンガ、目地の補修など修復作業が行われ、1999年には位の上がり段やフェンスの設置など周辺整備が実施された。ありがとうございます。